チバニアンの路頭です。今立ち入り禁止になっていますが、このこの真ん中にあるマーカーですね、マーカーじゃないね、白い札、これが白尾層のある場所を示しています。火山灰層がずっとこの線みたいになっているところ、これが白尾層です。ずっと白尾層で、この白尾層が77万年前の長野で噴火したって言われている火山灰ですね。ここがキーベッドになります。今残念ながら立ち入り禁止、また保全が進んだら入れるようになるんじゃないかと思いますけど、ずっとこういう感じですね。あそこだけではなくて、ずっとその火山灰層があるのがこれ分かると思います。分かる？引く？の感じですね。ちょっと高いんですよ、場所がね。こんな感じです。